ヘルマン・ブロック・ジュニアは左利きのオランダ人ミュージシャン。ブルーグラス、アメリカーナ、ブルースにおいて様々な楽器を演奏するシンガーソングライター。シークレット・オブ・ザ・ギターシリーズの著者としての顔も持つ。ヘルマンはウィンタースワークに生まれ、ダヌーズンで育った。ティーンの頃は彼の父であるヘルマン・ブロック・シニアと FFFF FF バンドを組み、ギターを演奏していた。 彼のメインはギターボーカルだがバンジョー、マンドリーン、オートハープ、ダルシマーも演奏する。1999年にベースプレイヤーのリズ、スプランガーズとザ・ユーロキャスターズバンドを結成。2003年アルバムストレートアップをテキサス州ペルマーでマイク・モーガン、ハッシュ・ブラウン、ケイ・スミスと共にレコーディング。2005年ユーロキャスターズでのブロック最後のアルバム コ,コロコをオースチンでレコーディング。このアルバムは、ジェシー・デートン、エイリーク・ホッカネン、レッド・ボルカルトによってプロデュースされた。その後、ジェシーはハーマンによるサウス・オースティン・セッションズのために2曲をレコーディングした。2006年、リズ・スプラン、ジオーロチャ、バンデン・ベルクと共にブルーグラスオールドタイムのトリオブロックザ・ブロケッツを結成した。ブルーグラスバンドブロック、 S, S ブルーグラスバンチにおいても演奏しているシークレッツオブザギターシリーズありがとうございます。